今日もちょっとあの収録してるんですけど、今日のちょっとおつまみはこちらですね。相模屋のタンパク質の取れるおかかの豆乳おだしやっこっていう、かなりさっぱりしてる感じのおつまみを買ってみました。これ多分ね、開けて元を入れるだけで作れるみたいな、そういう感じなんで、ちょっと作っていただきたい、作ってきてたいと思いまーす。ちょっと大変。あ、すげえ難しい、こいつ作んの。なんかお茶漬けみたい。え、おいしそう普通に。いただきまーす。体に優しそう。なんかやっぱお茶漬けの味って感じだよね。なんか冷たいバージョンみたいな。めちゃくちゃうまくない？味はうまい。あ、なんかあられが入ってるのか。うん、あられが本当その長谷屋のお茶漬けのような、あられと鰹節とっていう感じですね。おだしやっこ、こういうの好きなんだよな俺。優しいねこれは。ちょうどこの量で飽きないかもしれない。うん。なんか気づいたら全部食べてるみたいな。うん。もう美味しい。豆腐の量もしっかりあって。そうだね。これ2人で分けたから、1人で食べたら結構十分な感じで。どれぐらいタンパク質がどれぐらい入ってて？タンパク質が16g。自分の体重ぐらい取れればいいんだっけ？タンパク質って。自分の体重のそうかグラム？うん。グラム換算。お好みで醤油をかけてお召し上がりくださいって書いてあったから、まあこれだとちょっと薄いかなって感じだけど、ちょっと醤油かけたらね美味しい。でもなんかこのあられ、うん、あられがその思いのほか塩味ちゃんとついてていい味出してるよ。十分な気はしますけどね、うん、結構そのお酒を飲むんですが、やっぱね昔と違ってこう脂っぽいものよりもこういうのとつまむ感じがね結構なってきたかな。脂っぽいものは、うん、もう本当に食べない方がいいって思い始めてきました。そうだね。だからまあ参考までに食べやすくて、冷やしてるままだからもう本当にそのまま出して、うん、別にレンジでチンとかいらないし、確かに、うん、その手間がないから、うん、楽だけど、あのやっぱりね開けるときに結構汁がこぼれるので、それだけ面倒くさかったっていうの。パンパンにね、あの、うん、これ日本ながらの繊細な味って感じでしたね相模屋。よかったら食べてみてください。